ガシャチーズの白爵である。ゴルゴンゾーラ様と呼べい。昨日食べた味噌汁がコーンスープだったわ。ガッハ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 ッ何言ってんだ、この二人。おい、誰だ、こいつらをこんなにベロベロになるまで飲ませたバカは。僕じゃありませんよ。第一、僕はずっとウーロン茶ですし。いや、あの二人のお冷やとテキーラの現役をすり替えただけで困難になるとはな。現況はお前か何してくれてんだ。 面白いから、なら仕方ないな。仕方なくねえよ。何言ってんの。っていうか、祈り、なんか浮いてねえか本当に大丈夫なのか、あいつ。アルコールで浮いてるだけだから平気なの。そういう浮くじゃねえよ。ミコは古来より飛べるものなのよ。分かったか、ドスケベめ。ドスケベじゃねえよ。勝手なこと言うな。泥酔いしている相手にいくら言い返しても無駄ですよ。あー、おっぱいが重くて肩が凝るわー。 あまりにも酔いすぎて祈りが幻覚見えてやがる。こんな悲しい幻覚なかなかありませんね。それじゃあ俺は行くからな。絶対に電柱を引っこ抜いたりとかするなよ。誰に忠告してんだ ?100% 酔っ払ってるこの二人でしょう。I am ステゴザウルス !I am メガロザウルスマジで電柱引っこ抜きそうで怖いわ。 安心しなさい。私が引っこ抜くのは消火栓だけですから。いや、消火栓も引っこ抜くだよ。なら僕は地下電線を引っこ抜きましょう。引っこ抜くのをやめろ。それじゃあ3時間行くわよ。何おいもう十分飲んだらお前ら。さっさと神社に帰れよ。こんなクソ熱い季節に酒飲まないとか、馬鹿のすることですよ。そうわよ、そうわよ。 夏は一番酒が美味しい季節だった気がするから、酒飲まないわけにはいかないのよね。あれ今って冬だったっけ春だったと思いますうしゃ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 じゃゃじゃゃゃゃああ、もう言わんこっちゃねえよ。見事にひっくり返ってますね。いきなり祈りさんが裸になった時はさすがに驚いたなー。アルタイル100がいないから、写真撮っておけばよかったなー。盗撮は立派な犯罪ですよ。バレなきゃ犯罪じゃねえんだよ、バカ野郎。 ふひひ、<laughs> 私のおっぱいが、メロンになっとる。もうこいつらの肝臓ボロボロだろ。い,いえ、この前この人たちの健康診断やりましたけど、めちゃくちゃ健康でしたよ。嘘だろ毎回めっちゃ酒飲んでるのに。うぶしろの人間は怪異退治の専門家ですから、体の中身まで丈夫に鍛えられてるんでしょう。肝臓もその範疇なんでしょうね。マジかよ、ずるいな。酒飲み放題じゃねえか。 にしてもこの二人は誰かが解放してあげなきゃダメでしょうね。放置したらやばいのは目に見えてるな。じゃあ僕はこの二人の面倒を見ていますよ。なんで、俺がやるよ。あなたは信用できないからだよ。絶対悪化するのが目に見えてる。わーお、俺の信用って政治家の信じてレベルおじさん将来はウェディングピーチになりたいって思ってんだよね。こんなに飲んでるのに肝臓が痛まないのはある意味で怪物だな。 14先生、14先生、胸が大きすぎてつま先が見えないわ。それは幻覚です。現実を見てください。あ、そっか。私ってぺたんこだったわ。ああ、うん、ああ、もうめんどくさいな。って感じだから、そろそろお日焼きにして、二人とも神社に帰りますよ。あの、なんで私を掴んでるんですか次の店行くぜ、ベイビー。あ、あのー、 ちょっと、やめてー。ああ、まだ頭がぼーっとする。酒飲みすぎたかそんなことより昨日あったことを教えてください。なんか昨日とんでもないことをしでかした気がするのよ。お前ら何やってんだ昨日祈りと勘主に何があったかみんなで思い出してるんだよ。また酒飲んでたのかお前ら、大概にしろよ。お願いです、話してください。僕は今、冷静さを書こうとしている。 冷静じゃなかったのは昨日のお前だけどな。アルタイル14は最後まで一緒にいたから覚えてるだろうお願いです、教えてください。僕は一体何をやらかしたんですか祈りと抱き合ってた。やっちまったー落ち着いて、服は着たままだったから、酔いながら放擁してただけだから。その後僕は二人が神社に帰るまで見送りましたよ。よ、よかった。何も起こらずに帰ったんだ。一緒に帰った後はどうなったんだ もうそのまま寝たのかそれが、その後は何にも覚えてないのよ。それ一番怖いやつだろう。朝起きた時は私たち二人とも違う布団で寝てたっぽいから、酔いに任せてニャンニャンしたってことはないと思うけど、なら結局何もなかったってことじゃん。よかったな。うーん、それなら別にいいんですけど、何もなかったはずがないだろう。アルタイル 100? お前どっから現れてんだよ。 そこのアホコンビが昨日夜中にやらかしたことを覚えてないのかアホコンビって言うと、祈りと勘主のことかで、何があったのか、お前知ってるのかお前らが俺の自転車のサドルを引っこ抜いて行ったんだよ、クソが結局引っこ抜いてたのかよ、お前ら。電柱や消火栓じゃないだけマシかったな。いや、自転車のサドルは十分にヤバいだろ。わざわざ家から出てアルタイル100の自転車のサドル引っこ抜いたのかその通りだ。 お金で自転車を買い直すためになったんだぞ。っていうか、なんで二人が引っこ抜いたって分かったんだご丁寧にうぶしろ参上っていう落書きまでしてあったんだよ。うわあ、最悪スリル。てことで見事に二人はやらかしちゃったってことか。お前ら二人豚箱で反省してろ